麻雀スリアルチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024、本日はレギュラーシーズン最終節グループ D3 試合目全体第95回戦の模様をお届けいたします。本日の対局はサキュバス、ニュージェネレーショングループ、池袋リレイズ、以上3チームの対局となります。実況は私ザンリーグ関東 A1 所属のキジョン・ネルソン、そしてゲスト解説には同じくザンリーグ関東所属のシンさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて最終節も残すところ合計2試合です。予選全体は96試合、その成績上位6チームがスコアを半分持ち越しまして準決勝に進出できるというレギュレーションでございます。準決勝では各チーム6試合の合計12試合を行いまして、さらに3チームに絞り決勝戦となります。決勝戦でもスコアを半分に持ち越しまして3チームの決勝戦を制したチームが麻雀スリアロチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024優勝の称号と優勝賞金120万円を手にすることとなります。そして今対局がサキュバスの最終対局となります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは出場選手をご紹介いたします。まずはトンチャ、サキュバス、チーピン、ナンチャ、ニュージェネレーショングループ、キウイ、シャーチャ、池袋リレイズ、サトシノスケ、以上3選手による対局となりますけれども、シンさん、この対局の見どころを教えていただけますか。はい、ニュージェネ と、池袋リレイズが、まあ、今回含めて残り2試合残っているというところで、まあ、このボーダーのせめぎ合いですかねというところがすごく見れるんじゃないかなと思います。でサキュバスはちょっとここ2回までで、まあ、ラスラスだったんでかなり厳しい状況ではありますが、まあ、最後の半チャントップを目指して頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは対局の方へ移りたいと思います。選手入場です。ドンチャ、サキュバス、チーピン、チームに初トップをもたらした立役者、個人7戦目の登板です。かわいい。ナンチャ、ニュージェネレーショングループ、キウイ、ザン、B1 リーグ所属、 A1 リーグの経験者でもあります。シャーチャ、池袋リレイズ、サトシノスケ、池袋リレイズ企業リーグオーディション代表です。晴れの舞台でいつも通りの力を発揮できるのか。2025残企業リーグ参加企業大募集、年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか。企業の PR 効果は抜群、詳しくは概要欄から。はい、対局がスタートいたしました。レギュラーシーズン最終節グループ D3 試合目全体95回戦の模様をお届けいたします。チーチャーはサキュバスのチーピン、ドラは3ピンです。ハイパイいいですね。非常にまとまったハイパイをもらっているか、ドラが3枚あります。はい、なんちゃのニュージェネレーショングループキウイ、役牌のペイがトイツ、シャーチャの池袋リリーズサトシノスケも役牌のチュンがトイツでした。はい、早そうですね、チーピンが。うん、まあ、キウイさんだけちょっと遅れを取った格好で、うん、で、サトシノスケさんも2面2ありますのでね。はい。はい。こういったチューンは仕掛けていくんですかね、サトシノスケさん。どうですかね、はい、このチューン結構仕掛けていきそうなイメージはありますが。うん、こちらの手配ですね。はい。逆にこのペイが出ると、キウイさん、はい、キウイさんはもうね、ポンってもう。そうですね、ポンって。そんなイメージがありますね。はい。はい、まだ形はまとまっていませんが、ひとまず役を確定させました。はい、そして絶好の数層を引き入れてダーツを求めるいいシャンテンになりました。はい、絶好の数層ですね。はい、もうこれでも泣きたくないまでありますね。こうなるとチュン泣かないか。どうだ。おお、泣いてた。はい、はい、サブロス層の天敗。はい、打点こそ4000ですけどね。はいはい、やっぱり先生のテンパが偉いっていうところですよね、うんうんうん、やっぱりこの後の待ち変化なんかもあるのか注目していきたいところですが、テンパイ、チーピンがテンパイです。はい、チーピンがチーピン、チーピンがチーピン待ちですね。はい、はい、
枚数差が表示牌との差で1枚ありました。漢字ピン待ちの枚数の多い方を選んでいきました。はい。さあこのチピン、おっと、おー、一発キャッチだ。サトシノスケどうする、回れるか。いやー、まっすぐ行きそうな気がしますが、おー、うわ、マジですか。9ピン。9ピンっていうことはパーピンは押すっていうことですね、はい、パーピンも通っていない範囲なんですが、はい、まあ、一発だけはちょっと避けて、はい、パーピン勝負しようっていうことですね。 C ピンが当たり牌になりますのでね、はい、非常にうまくいってるというふうに言えるでしょう。はい、ちょっとな、名前が良くなかったですか。Cピンだけに、 Cピンだけに危ないと。なるほどなるほど。さあ、白を使っているプレイヤーがいないので白ぼっちも山にいるということになります。親の6巡目のリーチを受けて、あー、さあ、これは一発を回避したところでまたチーピン出てく形。パーピンも通ってないですからね。はい、そうですね。パーピンとローピンを押せるのかっていうところですね。はい、いや、このチーピンいっぱい勝負となるんじゃないでしょうか。え、これもしかして三度切るっていうことありますか。いや、ないですよね。そう、はい、サトシノスケチーピン、これはそうですね。はい、あ、裏裏。1ドラ4の裏裏、親の羽間1万8000点とチップが2枚です。まあ、ある種一発は耐えたと。うん。はい。一発は耐えました。表現もできますが、はい。まあ、しかし痛い報酬であることに。痛い報酬ですね。変わりはないと。はい。トンの一曲一本場です。連チャンに成功しました。サキュバスチーピン。ドラはパーソーとなっています。はい、ほら、おー、あんまり良くなさそうな感じですが、うん、そうで一面つあるだけ、はい、なんちゃの気分もまあいいとまでは言わないか。シャーちゃんのサトシノスケもこれはまた、さあ、シャーが2人に切られたところで重なってまあただ、ね、そうですね、ヘッド候補として一旦残していった形ですが、はい、これはちょっと時間かかりそうですね、全体的に。うん、目立っていい人がいませんので、うん、かなり中盤以降の戦いとなっていくんでしょうか。そうですね。1枚目の花牌が見られました。いいチーピン入りましたよ。グッと上がり系をイメージしやすいようなチーピンを持ってきたということになります。こちらの手牌、ニュージェネレーショングループキウイ。おー、2ピン持ってきて結構盤石な形になってきてますね。うん、ただサトシノスケさんがこれかなり本一を強く見てるような形ですね。うん、シャアはないんですが、はい、この次に移る手牌、サトシノスケピンズの方を切っていって、うん、ソーズの一色を睨んだような格好。さあ、自牌のどれに手をつける。うん、あ、今切れた白に手かけるのかっていうところでしたが、ションパイのチュンに、はい、あ、今切れたばっかりですね、チュンも。あ、そうですね、失礼しました、はいはい、おー、キューピアンコイーシャンテンキウイ、シャンポンと両面のイーシャンテン、ドラが4枚あります。はいはい、ウーピンも、おー、もう切ってくんで、もう染めて一色ですね、まあ、かなり強い気持ちでソースの本一を目指しているサトシノスケ。うわー、さらに形良くなった。非常に嬉しいスーピンを持ってきました。なんかハイパイとは全然違った形になってますね。さあ、どうなる次の持ってくる牌は。うん、丁寧に安全度の高い方を残します。はい、あはー、スピーディー。さあ、親番のチーピン春を抜いて、しかしまだ全然手牌がまとまっていない、うん、さあ、転売しました。ウーソーとサブロッキューピン待ちの変則四面ちゃんの転売です。はいはい、でこれがまたここピンズ持ってないから、サブロキューピン1枚持っていないと。はい、ウーソーは1枚持っていますが、さあ、何から手をつけていいのか。シャアが2枚切れている。ここでシャアを選択した。ただここがサブローピンかなり使ってる。これ3枚、うん、3枚使ってますね。ああ、キューピンキューピンで一発も4枚目、はい、リーチ一発もドラ4です。ハネマンの上がり1万2000を4000、8000で振り分けます。一本場で5000、9000、そして一発のチップ1枚オールの獲得ということになりました。ニュージェネレーショングループ3連勝を目指す中での 1勝目を達成して、ここのハンチャンでもトップを目指していきたい親番を迎えます、うん。
いや今のつもがりだからめちゃくちゃ嬉しいですよね。うん、一発というのがいいですよね。はい、うん、なんちゃさとしのすけ、うわー絶好のローピン、はい、もう白が出るだけで本点が取れるような格好になってます。はい、シャーチャのチーピンも直瀬のシャーが統一で比較的まとまった手配、うん、はい、親番のキウイが一番苦しいかもしれません。そうですね、ただもうこれ全員多分もう行きますね。かなり手配が、はい、手配同士がぶつかるような展開になるかもしれません。さあペン三蔵を埋めて、ペン三蔵を埋めて、はい、厳しく枚数差重視でダブトンから捨てていく選択、うん、ここら辺ももうキウイらしい選択ですね。そうですね、ピン図を3ピンチーピンの残して、もうよりくっつきやすいものを残していってますね。うん、E ピンを切っているので3ピンから切る選択、うん、そチーピンもチートイツはいいジャンテンなんですが1個あんこができましたね。あ、甘露草埋まりました。はい、絶好すると全員いいジャンテンということになってます。はいはい、ただチーピンは数アンコまで見たいですか。うん、アンコがね最初1個目ができましたんでね、うん、はい、これから先のツモに注目していきたい。はい、どうだパピン、うん、うん、ただこれめちゃくちゃ高いですねよくよく見てて、うん、ローピンがドラで赤ウソもあって次に移る手配、はい、お、両面変化こちらですね。はい、はい、おー、チーピン持ってきたなら、ローピンですか？おー、そうにする選択。打点かつ、あんこ強く見てますか？はい、そして、待望の白がやってきました。白ドラさんの一出走の天敗。おー、それも追ってくるの？さあ、スーピンは4枚使いのチートイツによる天敗。チーピンまたウーピンを切るとチートイツの天敗ということになりますが、表示牌ですね、ウーピンが。うん、ただ、白ポッチ見えてない。表示牌のウーピン短期で、強い気持ちを持って、リーチと行きました。はい。これはかなり勇気のいる選択。うん、そう、白ポッチが、今、サトシノスケさんが泣いたんで、まあ、亡くなったところなんですが、はい。このウーピンが山に1枚。いや、でもリーチと牽制効果が発揮されているか、想像はかなり打ちにくい。そうですね、この老僧は本当打ちづらいですね。ただしかし強くいきました。一すすお待ちの天敗を継続しています、サトシノスケ。はい、キウイもイーシャンテンがまだ長引く3ピン、老僧を押した上でのこの3ピンはどうか、ドラ筋ですね。押すのか、強くいけるか、いけるか、いった、すると一出走待ちの天敗継続です。はい、さあこの一出走待ちが川に1枚切れていてキウイが2枚使っていると、はい、チーピンのリーチの手配の中にはありませんので自分で1枚使ってる残り4枚ということになります。はい、はい、小そう、うん、数層の筋、さあどうだどうだ、ウーピンは表示牌に1枚ありますんで、マックスでも2枚待ちというところになります。サトシノスケが1枚使っているので、はい、あと1枚。しかし、この1枚が山にいるということになっております。はい。どうだ？さあ、イーソーが2枚、そしてスーソーが2枚いるところで、はい。イーソー回収といきました。はい、ローピンは中筋。ドラですが。はい。押しました。さあ3枚目の花を抜いて、ああうわ、もう1枚の花灰もあるというところで、はい、強烈な1234層、はい、4面じゃのリーチが入ります。ああ層よりもいい待ち、はい、一発だ。さあこれ E1 切って回れるかですね。で、はい、いや E1 もションパイなんですね。うーん、 E1 1枚いけるですね、親の現物になってますね、はい、ということで E1 当たるんだったら、まあ、短期待ち、うん、ここは迂回の判断、うわ、うわ、ウーピーター、リーズもチートイドラ6-10番です。裏なし、はい、はい、
倍満の上がり。はい。いや、これはかなり強烈な上がりですね。強烈ですね。表ドラの表示牌にいるウーピンですからね。はい。見事に。上がりも持ってましたね。で、見せました。はい。いや、こういうのがあるから分かんないですね、サニーマージャン。局面はトン3局になります。はい。親番はサトシノスケ。現在の展望は2万1000点持ち。うん、はい、これからの加点に注目がいく。そうですね、 これからどのぐらい加点していけるかですが、はい、うーん、こいつが4区にある、はい、キウイ。そしてサトシノスケ手配が老僧を引いたことによってぐっと引き締まった。ただここも急走があんこになったとぐっときましたね。はい、おー、なんトーンあんこ、はい、キウイも薬杯のトーンがあんこになりました。わー、嬉しい3品。これも自配整理だけでどうにかまとまるような手配になってます。はい、この老僧とかウーピンの仕掛け判断も見ていきたいですね。そうですね、はい、この次に移る手配です。シンさんいかがですか。老僧ウーピン、そうですね、あ、こうなると仕掛けたくないですが、ま、前の段階だと、うん、どうですかね、まあ、自分が2着目ですか、5万3000点持ちなんで、まあ、早く流したいっていう意図もあるので、はい、まあ、結構仕掛け寄りですかね。はい、特にウーピンは仕掛けそうですね。はいはいはい、はい、ローソーはちょっともしかしたら仕掛けないっていうことがあるかと思いますが、ウーピンは仕掛けますね。はい、ありがとうございます。はい、さあ6巡目、まもなく7巡目に差し掛かろうというところ。キウイさあどうする。おー、これアンカンか、あ、自分で E ピンを切っているところで、はい、うーわー、いいとこ、うーわ、絶好、川の強いリーチが到達するか、少し、うわー、一番嬉しいとこ引いた。その前にチーピンが来た。ドラが6枚あるリーチ初、うん、チートイツテンパイ、はい、イーソーが場に2枚見えてるから。チートイツにするならイーソーを切る、はい。はい。これでチートイツになりましたね。はい。手配は。うわ、さらに良くなった。すごい手配になってますね。サブメンちゃんが2つありますよ。はい。ただサブロスが余ってしまうことはないか。サブロスが余ることがない手配になってるのか、ね。はい。なんだ、スーピンか。スーピンか。これは、スーソー切りかパーソー切りか、はい、まあ、あるいはその内側のチーソー切りなんかもあったりするのか。ただ表示牌がパーソーなんで、パーソー切り。枚数はパーソーが一番広いですね。はい、チーソー待ちで1枚差になりますが、はい、まあこれ選べって言われても結構きついですけどね。はい。はい、まあ、はい、表示牌のパーソーを切って、チーソー待ちのリーチを打ちました。自分で3枚使っていて、はい、チーピンの手牌に3枚ある。残り2枚と。2枚。はい。サブロソーは、はい、キウイがの手配に4枚。はい、この手配ですね。はい。はい。と、この次に移るサトシノスケの手配に2枚あるので、2対2。2対2。うん。三蔵対スーチーソーですね。はい。はい。どうだ。で、三品短期は？三品短期はここに1枚？三品短期も2枚いるんですね。あらー。2対2対2。2対2対2。ですね。はい。急走、ドラだ。押せるか？ちょっと行きづらいか、二軒リーチに挟まれてるんですよね。そうですね。いつでも飛んでサボることができる手配。はい。しかし、二連勝条件を突きつけられているところで、おっと、強く。3ピン押しましたよ。おー、数走。池袋リレイズ、サトシノスケの強烈なつもがりです。リーチつも、タンヤオピンフイーペーコ、ご飯のドラ4で9班。裏裏で3枚満裏裏、あ、裏裏、うわー、でかい。池袋リリースに強烈な上がりが出ました。親の3倍満の上がり11番です。1万8000オール。そして裏ドラ2枚の2枚オールのチップ獲得。はい、いや、今回展望動きますね。はい、はい、さあ2万1000点持ちからの大躍進。これで原点に非常に近いところまで戻ってきました。5万8000点です。はい。はい。
エンチャンに成功しました。本作曲一本馬池袋リレイズ佐藤篠介の親番継続です。なんちゃのチーピン花を一枚抜いてピンズが非常にまとまった手配になっている、ピン前後で染め手を意識して打っていきたいですかね。はい、シャーチャのキウイは難がおたかぜですがドラが比較的いっぱいありましたね。はい、はい、お、感知しそうな受けができました。ドラが4枚あるキウイ、うん、キウピンから切っていきました。こいつでのリャンシャン点でもありますかね。はい、ドイツが4つあるこちらのキウイの手配、はい、メンツ戦に進めていきたい気持ちもありますが、ドイツが4組なのでチートイツはリャンシャン点であると。そうですね、リャンシャン点とか持ってきたら、はい、ちょっとドイツ手を強く見たいですね。はい、はい、こちらの手配ですね、はい、さあ聡之助が徐々に徐々に手が進んでいくというか、リャンピンがなくなったので重なることはないですが、うん、3ピンとか持ってきて横伸ばししていきたいですね。うん、うん、さあ間もなく7巡目に入ろうというところ。川の2段目リャンシャン点、はい、まだイーシャン点に到達している人はいません。はい、重たい展開ですね。さあ E ピンを持ってきて、これでこれでイーシャン点、はい、ジャン島ができた格好になります。スッチソーとカンパーピンのイーシャン点、はい、さあ、キウイも両面が埋まったことによって、メンセのイーシャン点。はい。はい。ナンが2枚切れていますが、両ピンを切る選択。おー、カンパピン固定。さあ、この表示牌のチーピン、早く逃がしておきたいというようなところでしょうか。そうですね。はい。実際に本当にキウイにね、チーピンが入ってもチーピン待ちになるような手牌になってますので、うん、ものすごく危ない牌でした。はい。急走2人に通っている共通現物、丁寧に、白から切っていきます。はい。さあ、ドラが押し寄せてくるキウイ。ここで仕掛けが効く形に持っていきました。はい。お、イーシャン点。はい。サトシノスケもようやくここでイーシャン点ということになりました。はい。これで3射イーシャン点。お、形を良くしたいので、はい。もう安全度に気を配ってられないと、そうですね。いうような手配に持っていきました。はい。こちらのキウイの手配。おー、さあ狙い通り、想像の部分でもう一面ツ作ろうという案が構想しました。おー、そしてパーピン引いた。カンパーピンを入れてのうっぱそ持ちの天牌を果たしたのは親番の聡之助。いやー、川も強い。うっぱそはパーソーが場に1枚切れているだけ、ウーソーが1枚と2枚使われているので、残り4枚いるということになります。4枚もいるんですか、これ。なります。はい。そして、白ポッチ使っている人もいませんので、白ポッチも山に1枚いて、5枚あると。5山。うお、外れの白。外れ。ただ、これ追いかけがきますね。キウイももう、このイーシャン点はかなりぶつけていくんじゃないでしょうか。あー、チーピン逃がしちゃったからな。カンパピン入ってましたが、まあ、そうですね。厳しいですね。さあ、どうぞ持ってこれるか。白ポッチ。ポッチ回収。そうなると、パーソー3枚、ウーソー1枚、パーソーが1枚減りました。はい。あ、丁寧に、折り切れそうですね。はい。はい、その牌を持ってくるか、キウイ。これ、どうしますか。相変わらず皮が強いということに変わりありませんが、リャンソー切って、現物リャンゾー、唯一の現物を消費していく。さあ、ただ、これ、リャンソー切ったので、ウッパサ非常にいい街。さあ、これ現物が現物ないですね。あ、現物シーソーが、まあ、非常に川の強いリーチを受けているというところで、はいはい、GP も困っている。あ、現物のシーソーを抜いた。はい、ちょっと押し切れないぞというところですかね、はい、いや、まだウッパサ全然います。さあ、どうだ、サトシノスケ、いけるか。花を1枚追加してから引けず。もう一回チーソー、うん。これパーソー危ないですね。うん、場合によっては、チーソーが3枚切れているこのワンチャンスを、これどうする、信用してしまうか。ただ3ピンが4枚見えているので、まあ2ピンが、2ピン、切るとしたら2ピンの方になるか。
あるいはいいピン自分で通したので中筋の数ピンっていうのもありますか。はい、3ピンが4枚見えてます。ああ、パーソンに手がかかった。池袋リレイズ、サトシノスケの上がり、リーチピンフードラさん、親の満願の一本馬の上がり13,000点。あ、そうですね、チーソー3枚見えたんでワンチャンス。はい、トン3局2本馬、はい、池袋リレイズ、サトシノスケ親番連チャンです。ドラはウーピンがダブっております。1枚持っているだけでリャンハン、ダブトンドイツのハイパイもらいました。さあ9位が早速直瀬のシャーから仕掛けていって、うん、しかしトンが余っているような格好になっています。現在71,000点を持っている。はい、はい、トンが今にも出るか。はい、トンが出た、はい、サトシナスケポンダ、はい、まっすぐ手を進めるだけで良さそうな状況になっています。すぐ手進めて満貫ですね。しかしキウイもね、まっすぐ手を進めてくると思いますので、はい、ここは仕掛けの上での手配のぶつかり合いが見込まれますと、はい、スピード勝負ですね。あ、ジャントが確定すると一気に強い形。しかもね、サトシノスケの欲しいパーピンを重ねてイーシャンテンにこぎつけました。うん、はい、こうなるとちょっとノスケ苦しいか。チーソーでもこれチーソーのポンテンが入る。チーソーポンしてローソー切りでシャードラさんの本店満貫のテンパイが入っています。はい、さあ ここもスーチーピンのテンパイになりそうだぞ。はい、はい、さ先にスーチーピンのテンパイ入れてるキウイ、そしてスーチーピンが受け入れであるサトシノスケ。チーピンの手配にスーチーピンは3枚ある。表示範囲1枚、はい、残り4枚ですか。まあ、現状9位は35,000点持ちということで、はい、単に親を流すというだけではなく加点をして自分の手で親を流したいというような気持ちが強いと思われます。さあイーソー重ねて、うん、リャンウソーとスチピンのイーシャンテンに対し9位はスチピンのイーシャンテン。あ、チーピン頑張る。チーピンですね、はい、このチーピンを9位が捕まえる。直瀬のシャア、そしてドラさん、満貫の2本馬、8000は1万です。はい、これで2着に浮上しました。ゲームは何の1局に入ります。サキュバス最後の親番、ローピン、だからこれ結構サトシノスケさんの立場も難しくなってきましたね。キウイさんに安易に差し込むとこう倍満とかあった時にもう並ぶような形になるんですよね。うん、なのでやっぱりここどうしてもトップ欲しい両チームとしてはちょっとこのまあ お互いにこのこの立場とはいえ、まあ、あんまり差し込みたくないなっていうところですよね。うんうんうん、原点からプラス21,000点のサトシノスケ、まあ、トップを確定させるための素点としてはまだちょっと心細いというようなところがあるでしょう。さあ親番のチーピンさんいいですよ。うん、ちょっとまだ残りの小型2人の手配が遅いので、うん、現状のこれだけの手配でも十分アドバンテージになっているサキバスチーピン。はい、そして5個目の統一ができました。まだ天秤にかけるリャンゾー切り、はい、お形よくなりましたね。はい、まあ、まずはね数字をかき集めて自配を整理していくというような段階でしょうか。3個ができた。球層が1枚切れている。おお、換算像が埋まってイーシャンテン。はい、ウーソー三層とも埋まりましたね。お、はい、チーピンもこれでイーシャンテンになる。嬉しい、このパーピン。うん、はい、三層の方切っていった。うわー、リャンピン、リャンピン
いやちょっとな、リャンピンは残さない人が多そうな気がしますね。さあ9位どうだ。うん、おっと、おっと、はい、はい、ブレーキがギリギリかかりました。はい、はい、踏みとどまりました。イスチーソーの受け入れですからね。はい、はい、ちょっとさすがにあの Q1 が安牌候補とはいえ、うん、ちょっと最高形を残しておきたいですよね。イスチソ、リャウピン、そして今一応3ピンでも転廃するような形のイシャンテン、佐藤壮介。はい。どうだ、チーピンは転廃ではない。リャンピンが3枚切れているけれども、うん、チーピンの方を選択した。まあ、幸いにもと言ってはなんですけれど、はい、3ピンは片手重ねにしないので。うん。はい、おー、嬉しい。さあ、スチーピンの方を固定しました。はい。これはまた面白い選択ですね。これをどうするか。メンツテの方に。ドラがローピンです。しかしローピンの方を切って。まあ、チートイツとの両手民ですね。はい。はい。白。はい。さあ、転廃するか、サトシノスケ。まだみんなイーシャンテンが長いですね。長いですね。誰が最初の均衡を破っていくのか、このウーピンなんかも、サトシノスケさんめちゃめちゃ欲しい。うん、めちゃくちゃ欲しい。はい。おぉ、先、転廃した。先制だ。パーソーを切って6球走待ちのリーチが入りました。はい。サキバス、チーピンからの先制リーチ。いや、これだから2人、そしてウーソー、球走をあんこにして、転廃だ。どちらかの街で追いかけリーチと行くか。パーソーギリーチだからチーソーも嫌だなと思いつつ、ただまあ急走が4枚自分の目から見えてるんで、まあ688の形から8切ってリーチ、どうですかね。チーソー切ってリーチするのか、どちらを選ぶのか。はい、どちらかでは行くと思われますが、はい、ここは間違えられない。あ、酸素数層を切ってっていうこともありますかと思いましたが、寒老層でいきましたね。はい、寒老層で追いかけリーチといきました。どうさあ、2点リーチに挟まれたサトシノスケ。さあ、転廃だ。9ピンの方を切って追いかけリーチといくか。さあ、9ピン数字なんで、はい、まあ、切りやすそうですが、まあ、完全に安全とは言えない。リャウピンが自分の目から5枚見えですか。まあ、そのリャンピンの方を残したというような手組みにしましたからね。そうですね。さあ、三権リーチ、盛大なめくり合いということになりました。はい。6球層対、官老層対、リャンピン。老層ダブロンですか。はい、老層はダブロン。シャンポンそこにあったか。いや、しかしまだ老層だってね、山にありますよ。そうですね。はい。さあどうだ、老僧は2人に当たらない。あ、2人の当たり、はい、カーってなってますね。いや、素晴らしい表情。まず、さっきのスチーピンがリーチドラヨンですね。はい。はい。のご飯で、キウイさんがリーチドラドラン3班です。さあ、裏ドラどうか。裏ドラがなんだ。ああ、シャリに乗らない。はい。まず、サケバス、チーピンの上がり系がリーチドラヨンで、親の漫画1万2000点。はい。そして、教託回収されますが、なんちゃらキウイの上がりがリーチドラドラで4000点、不計算ありませんので、はい、3班一律4000点の固定での上がりと。はい。私、教託は回収されてしまいましたので、まあ、3000点の収入ということになってます。はい。さあ、トップ目から展望を、はい、おさらいしましたので、かなり平たいゲームということになりました。いやー、平たくなりましたね。あの3倍マツもあった時はどうなるかと思いましたが、はい、はい、キューバスのチーピン親番の連チャンに成功しました。うわー、いや、キウイがものすごくいい手配をもらっています。めちゃくちゃいい。はい、うん、この白が出るのも時間の問題ですが、はい、白を泣いていくのかどうか。ただチートイツのイシャンというのもあるんですよね。はい、だからチートイツのイシャンというのに固執するようなね、はい、キウイさんを見たことがありませんけど、ね、そうですね。ただ白1枚目はスルーしてきましたね。はい、はい、これぐらいの手配なら十分面前でもやれるか。はい、ちょっと何パンキーも考えてますかね。うん、
これは採用しそうですね、この換算ピンのところが、はい、そう、イーション点、はい、トンがお高ずですが、ドラのイーソの方を大事にした、なるほど、はい、なんかチーソーにくっつけたいっていう人が多そうな気がするので、イーソー切りそうですけれど、まあドラがイーソーとはいえ、やはり2面の方が欲しいような手配だったと思われますが、はい、これはドラの方を大事にした次に移る手配です、こちらです、はい、あー、はい、こういう引きですよね、はい、はい、さあ、ゲームチートイツの天牌を果たしました。おー、はい、ウーピンを切って、ね、チートイツ数ピン短期の天牌、はい、待ち頃良さそうな、はい、はい、急走が表示牌にあるチーピン、急走はいらないんで、うん、あれ、なんか両面っていうことなんないですかねこれ白切りはまあさすがにないですね、はい、はい、チートイツ現状ドラ4ということになりました。ウーソーは今このチーピンの手配に1枚あると、うん、しかし残り2枚山にいます。いや、スピンで上がってたかって感じですか、はい、おー、このユーピンは、あー、狙いに行かない、はい、これはさすがにイーソーですかね。もうドラのイーソー離したいような手配になってますけれどもね、離しましたか、はい、缶チーピンでイーペーコンの形があるので、まあ、受け入れマックスってやつですかね。うわ、いいピン、いいピン。さあ、どうだ、夏を抜いてまだリャンシャンテン、チーピン。どうだ。あー、数ピン残さないとダメなのって思いつつ。トーンはどうだ、どうだ、ションパイです。サトシノスケに統一。はい。このトーンでいくか。いったー。このトーンでリーチといった。非常にリーチで、はい、チートイツドラドラですね。サトシノスケ、あっと、これパーピン現物ですね。あ、そうか、パーピン現物。はい。はい、パーピンを切れば問題なく、はい、はい、手配を維持できる。さあ、チーピンもイーシャンテン。おー、イーシャンテンだ。スーピンが4枚見えてますね。はい。イーピン、イーピンって。いますが、おお、現物。現物の数ピンとした。現物。さあ、イーマンは2枚切れ。2枚切れ。通せる牌です。はい、さあ、どうだ、テンパイするか。どうだ、あー、3ピンだったよね、やっぱり。リャンピン切って、まあ。え？お、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 硬い。あー、そうですか。硬くいきましたね。いや、これじゃあナイスリーチですね。うん。こう、いや、イーソーはだいぶきついところ。いや、イーソーは厳しいな。これどうし、パーピンか、一回。そうですね。これトンの統一落としがあるぞ。もうチーピンの手配を崩したので、はい、ある程度はもう法事にならないような立ち回りになるか。そうですね。これだとウーソーとか聞きますか。ウーピン、ウーピンでもいいですね。ケラスのウーピン。はい、さあ、すると、これ、トーン1枚山にいる。ローソーは打てないな、はい、引き勝負になるか。はい。まあ、現物が豊富な。うわ、トーンが来た。うわ、これじゃあ、流局図まで。ありますね。もう、カウントダウン。はい。ローソーも通りましたしね、安全牌が比較的いっぱいあると。現物はおー、ローソー、あ、ローソーが、そうですね、現物ですね。ムスジはもう一数層しか残っていないような、6キューピンもないもんな、もう。キューピンもないですね、はい。はい、あとはシャンス。スーピンもパーピンも4枚見えていて、どこでメンツ作っとんの、はい。もうメンツの作りようがない。そうですね。はい。だから、キューピンも切りたくないっていうところですよね、もう。まあ、ここは丁寧に対応していく、この展望調教の平たい状態を維持して、うん、何2局以降で戦っていこうという両者。はい。おお、もう完全撤退ですね。はい。はい、おお、キューピンが通りました。もう実に早送りで、はい。2局に来たような。はい。ね、
はい、統一4組、はい、うっかりチートイツで張り直すこともあるか、でももうこれ厳しいな。厳しいですね。山があと2回ですか、はい、つも。ちょっと4枚見えてる崇拝が多すぎて。そうですね。はい。もう完全に分断されてる形ですもんね。うん。瞬通作れませんね。うん。はい。もうドイツだろうというところですかね。ドイツかシャンポンか。うん。いや、白も切られていって、もう何事と。そうですね。はい。さあ、流局まで残り3杯。はい。はい。この次が敗退ということになります。はい。はい。はい、流局。ニュージェネレーショングループ9位の一人転敗。いやでもこれチーピン、あれですね、まっすぐ行ってたら、まあ、飛んで打ってたので、粘った形ですね、かなり。はい。難2局、流れ2本馬です。強卓も1本あります。親番9位、ハイパイかなり苦しいか。苦しいですね。いいですね。なんちゃのサトシノスケ。はい、9番を切っていって、シャーチャのチーピンはシャーがこいつ。2回上がれば、全員それぞれトップが取れるというような状況。そうですね。はい。何としても2回上がってトップをものにしたい。さあ、2個目の役配の統一ができた。打点をそこまで求めていかなそうな気はしますので、まあ、チーム状況を考えると、まあ、チーピンとしては打点が欲しいところなんですが、はい、はい。これチーソーとか引いてくると打点が一気にぐっと上がっていきそうな感じですね。はい、はい、と話してたら一寸チーソーがかなり意外と早い順目ですが持たれてしまっているというような状況です。7枚持たれてますね。うん、ただ両走が縦になったので、さあ4つ目の統一9位、うん、それでもまだまだ苦しい。さあ佐藤篠介どうする。嬉しい。ドラが小さそう。あ、いいピンの方にした。想像の上で光景を作ろうという意識が伝わってきますが、はい、意外とこのパーソーや球質を持たれていたり、あー、はい、そう言ってここはしかし受け直しました、はい。さあ5個目の統一ができた球威、統一統一しますね。どうだ。さあ実は先輩親番、白ポッチはない。ピンズが比較的よく見えるか。だチーピンの捨て牌が1-4なのもいっぱい切ってるんです。あ、もう本当にこれ嘘を切ってチーピン狙いに行きました。はい、両ピン狙い目でしょうか。はい、わー、これいいそう。どうすんだこれ。勘したところで、まあ、9ピン現物1枚あるのみですが、しかし、イーソーはね、当たる可能性があるので、まあ、関して食べちゃうしかないですね。はい、さあ、どうだ、チューン。あ、これ、行くぞっていう心構えですね。金図の方で入り目にならないと、リャンピンはかなり危ない。うん。はい。うわ、スーソーが通るなら、スーソーが通るならね。あー、これ、リャンピン出そう。天敗なるリャンピンを切ると宝珠となる。しかし数層現物、ここは我慢した。おー、粘った。はい、さあどうだ、引けるか。どうだ。リャンピンは見た目の通りね、山にいます。チーピンを使ってなくて、サトシノスケも後からリャンピンを持ってきたような格好になってますので。受けましたね。はい。お、チーソー通った。うわ、もう一回いいピン持ってきた。ここは勝負に行くか。ローソーを切ることができれば強く押せるか。サブローピンのテンパになる。一回逃したサブローピンのテンパ、よー、いった。大勝負。ローソーを切ってサブローピン待ちの追いかけリーチといった。さあ、リャンピンターン期待。サブローピン、うわ、ウーピン寒い。うわ、寒い。うわ、乾燥ならって思ったのかもしれませんが、ローピンが一枚減った。うん、これもほとんど五分五分の勝負ですね。はい、リャンピンが2枚とサブローピンが5枚使われ3枚、2対3ですね。2対3、どっちが勝っても全然おかしくない。
はい。どうだ？ CP はもうだいぶ受けているような格好、そしてローピンも吸収しているので、はい、残り2対2ということになってます。どうだ？リャンピン短期対サブローピン。うん。ここは鉄の石で受けない。はい、白ポッチがないので2対2ということになってます。はい、さあどうだ、引けるか。何を持ってきた、ウーピン。ウーピンだ。何枚入ってるんだ、ウーピン。ウーピン。お、花を抜いて持ってくるのはパーピン。パーピンも通る。うん。持ってきたのは何？そっちの数字じゃない。さあ、リャンピンか、サブローピンか。どうだ、どうだ。花をさ、抜いて持ってくるのは9ピン。セーフ。次はチーソー。これ2人して打点高、あ、3ピン消されたっす。残り1枚ですね。ローピンが、高めのローピンが1枚あるだけ。あー、積もー、ヤンピンを積もりました。リーズもチートイツ、ドラ5です。9裏裏でトリプル、裏ドラは乗りませんし、最後のローピンが1枚いる。はい、親の倍満1万2000オールは1万4000オール。これでライバル2人からぐっと離れたような格好。あー、ニュージェネレーショングループとしてはかなり嬉しいですね。はい、そして2連勝目に向けて非常に大きな大きな加点となりました。はい。何の2曲3本場親番継続です。赤が3枚ある手配。なんちゃのサトシノスケは花灰を1枚抜いて、ドイツがこれで3組。はい。ハツとチュンを重ねてちょっと仕掛けを意識するような形ですね。はい、GP は手なりで何のボンが入るといいシャンテンになる。はい、おー、嬉しい、嬉しいですが、もう急走を切ってある程度形を決めたか。うん、おー、すごいとこ引いた。三度受けのうちの一番嬉しいところ。三蔵の受け入れができたチーピン、6ブロックある。うん。キーも着実に育っていきます。え？へ。うん。さあ、いいシャンテンだ。これはペンカン三層払いたいですね。はい、はい、ヤンゾを切っていきました。うん。この手配物。これぶつかりそうですね。まあ、かなりみんな急所を入れてね、はい、前線に立とうというところ。もしかして次なる急所を持ってこれないと苦戦する。そうですね、まあ、この3層も、まあ、2層切っちゃったんで、まあ、紡ぎた形にはなりましたが。おー、横伸びしそうだぞ。うわ、絶好。さあ、いいシャンテンキウイ。うん。このEピンも、後々当たりになりうる。おお、自然とこれで面前になりましたね。はい。うわ、すごい。ドラが4枚、リーチ、ピンフ、6班から、あーって高めのEピンだと一気通過になる3面茶のリーチが入りました。ニュージェネレーショングループ、ここでも大きな加点となるか。サトシノスケ戦いたいですがね。さあどうだ、いいそう。さあドラが4枚リーチピンフですからね。うん、どうだ。うわー、何引くんかーい。いやー、3本場で親のリーチを受けて、うん、まあ、パーピン現物で今ローピン通ったんで、どうなんですかね。パーピン、キューピンって払っていくんですかね。リレイズの展望状況としてはあまり無理はしたくない状況ではあるが。まあ、ただここの大矢盤なんとか阻止したい。うん。っていうのもあり、そうですか。ただこれ、まあ、ローソーが中筋だから、どうするんですかね。まあ、シャーが1枚切れ一枚切れの範囲をのちょっと残した形ですが、どうすんだ。さあ、イスチビ、そろそろ枚数でも数えますかね。そうですね。自分で2枚使っている、サトシノスケが3枚使っている。川には1枚切られているだけ。あとはチーピンが何枚使っているか。1、2、3、4、5、6。
チビは1枚使っている。残り5枚ですかね。はい、残り 5枚ですね。高めのイーピンが、はい、2枚いると、はい、スーピンが0枚ですか。スーピンが0枚のチーピンが3枚いますね。うん、さあどうだ。地層この川の3段目で5枚もいるとなれば、あ、しかもこれ白ポッチもいるいたー、そう話をしたらってことは E ピン取りにできますので、はい、あー裏乗った。あ、これ裏だったら、んいやでもどうするんだ、これ裏乗ると3枚マンになるんですよね。E ピン不一致、1、2、3、4、5、6ですかね。E ピンでも10番ですよね。だからチーピン取りになりますね。はい、なので裏ドラのチーピン取って白ポッチ裏裏で3枚オールの方に取る。3枚オール、はい、そして点数が親の場合は1万2000オールは3本場で1万5000オールでした。でかい。めちゃくちゃでかいですね。めちゃくちゃでかいですね。10万9000手持ち。白ポッチが高めに選べるというのもまた、はい。はい。もうルールを思う存分に生かして10万9000点のトップ目に立っています。はい、残りの2人が、池袋リレーズ佐藤篠介2万3000点、サケバスチーピンが1万8000点持ちという状況になっております。うん、突き抜けましたね。突き抜けましたね。これ4本場だから2人、はい、あーまあ佐藤篠介さんは羽間まで触れますが、まあ触れますがっていう状態ですね。Q さんの手配もまた赤赤で4枚ありますからね。そうですね、非常に高い手が見込めるというようなところです。いやだってもうドラ5だ。もう跳ね満以上になりました。はい、今の鼻抜いてドラ6個ですか。はい、パースを使い切れればドラ6ということになります。はい、おチーピンさんの手配いいですよが、うん、しかしまあ9位がいいですね。いいですね。もう一発親の倍満級の点上がりが出るのか。はい、どうだ。おお、絶好。さあリャンソとサブロピーのイーシャンテン。うーわパーピン、パースを余らせてもドラが6枚あります。そうですね、はい、リャンピン入ったらピンフがつくんで倍満までいけますね。さあパースを余らせていく、どうだ、テンパイするか。三蔵またこれ難しい牌も、ね、難しいですね。だからリャンソーとか持ってくると嬉しいなと考えつつ、うん、何を切っていくかですね。三蔵切るということは役割を目指している。そうですね、はい、まあ、ただもうスッチーピンとか引いて、あ、リーチなんですが、ここが先生だ。サブローピン待ちの両面の天牌。はい、高3つ。はい、ここでリーチと行きました。白ポッチもありますよ。どうだ。さあこれ9位も相当押し返していくような、うん、ここの一局で決め切りたいというぐらいの気持ちかもしれません。さあ現物両ピンしかないですね。どうするんだろうか。前順のパースを切りをどう見るかな気がしますが、これ何切りたいですかね。両ピン切るのにそのためらいがあるのか。両ピン切り、はいはい。サブローピンは自分で1枚使っていて、キウイの手配に3枚、まあ、いい。はい、サトシノスケは使っていないので残り4枚あると。白ポッチの回収4枚。さあキウイどうだ、うん、テンパイするか。急走、はい、押す。ここが一個の勝負どころと。そうですね、ここで決め切りたいという思いがあるはずです。どうだ。だ、佐藤篠介さんの立場としては、まあ、ここでチーピンさんが積もってくれても嬉しいですね。嬉しい、はい。オーラスの親番で何としてでも店舗を積み重ねたいっていうところでしょうから。どうだ。さあドラが7枚、そしてサブローピンも吸収したような形になります。しました。ただ場合によってはこれ余る可能性もあります。ただ E ピンから切ったんで余らないですね。余らない可能性の方が高いですね。はい、どうだ。おお、はい、
人物言いそう。トーンを、そうですね。さあどうだチューン。これローピンが、うわ花灰残り1枚まだいるという状況でドラ8です。おウッパーピンの受けができたが、ロッソとチーソーが現物。はい、チーソーが3枚消えている。チーソー、チーソーですか。強くいくならリャンソースーソーですけれど、まああんまり補充したくないっていうような選択に取りそうな気がするので、チーソー、チーソーですかね。はい、はい、チーソー選択した。どうだ、まだいると。さあキウイは全然テンパイしないですね。はい、いや全然テンパイしない、全然テンパイしないですね。スティーピンそんなにいないか、はい、スティーピンとかもうリャンソーでいいんですけどね、はい、テンパイするだけだったら。いや一巡一巡兆候を積み重ねるサトシノスケ、言いそうが通った。で9ピンは切れないのか、チーピンのワンチャンスなんですが、まあ打てないですね。ウーピン、いやウーピン、ウーピン泣けないですね。ウーピン泣けないですね。どうだ、サブロソロソ現物、ロソ現物、はい、はい、さあ、チーピンどうだ、どうだ、あー、花回収、ふぅってところですね。スーピンは受け入れとしてほしいところ。はい。いや、このまま張らないまま、流局というのがあるのか。残り積も番は3回。スーピン、スーチーピンが、スーピン1枚ですか。で、3ピン回収できる。ローピンも回収できる。ナムは通っている牌なんですがね。はい。この兆候は、うん、はい、ナを切ってきました。はい。どうだ、引けず。引けず。どうだ、おー、引いた、あ、来ました。ウーピンが現物、パーピンの方を切っていった。あ、そうですね。白ポッチはもう切れてるので、はい、そしてこのスチピンまだいますよね。はい。あ、3ピンだった。ピンだった。はい。はい。リーズモドラドラ。リーズモドラドラ。はい。裏がどうだ、裏1。裏ドラ1枚。マンガンの上がり、3000、5000の4本馬。7000、9000。7000、9000。もう倍満の。倍満ですね。はい。はい。倍満1枚の積も上がりですね。3000点。はい、そしてチップも1枚下ろしてきます。はい、はい、チップと展望が結構激しく動いてるんですが、はい、何3曲オーラスになりました。池袋リレーズサトシノスケの親番、はい、もう何としてでもここいっぱい上がりたいですね、サトシノスケさんの立場としては。さて、はい、もまあいいですよ。現在1万6000点持ち。うん、今から相方の展望も十分あるので、え、あ、比較的長めに親番を取ることができそうだ。はい、その間違えました。はい、そして、はい、まあそのチーピンとキウイどちらもさほど早い手ではないですし、役牌も統一ではないので、まあ、すぐにこう何か起こるような展開ではない。うーん、チートイツのイーシャンテン5トイツ目、5トイツ目、はい、初短期に照準を置いてますか。初がドラなのでね、はい、はい、ドラじゃない方がむしろありがたいと思うぐらいかもしれませんが、あー、パピテー。さあ3つ目の瞬津ができました。これはメンツテを目指して、まあ、ドラの初の縦重なりだけ期待して、ちゃんとのない手配ですからね。はい、おお、これは数ピンを切ると、あ、リーチまでいった、リーチまでいった、もうデカトップ取りに行くぞと、まあ、白ポッチ絶対に逃すわけにいかないと、はい、あ、パースを持ってくるとこれ初いよいよ出ますよ。
まあ、一旦数ピンとかですか、まあ、あ、E ピンとかですかね。E ピンで助かっても、これはだいぶきついですね。うん、はい。いや、絶対絶命。絶対絶命ですね。おー、でも、チーピンさんもいいですよ。めちゃめちゃいいところ持ってきました。うーわ、速ポー一発で白ポッチを積もりました。裏裏トリプル。はい、リーチ一発もチートイドラ4。ナイスリーチ判断。いやー、ナイスリーチ判断ですね。一発白ポッチで2枚オールの獲得となりまして、はい。このハンチャンプラス9枚のチップを獲得したことになります。でかい、はい、ハンチャン終了ということになりました。トップを取ったのは、ニュージェネレーショングループ9位、非常に大きなトップを取るということをね、目標にして、それを一つの公約として達成いたしました。はい。プラス22枚のトップですね。はい。はい。2着終了が、2着終了が、サキュバスのチーピンさん、2万点台、2万8000点持ち。はい。マイナス6枚、はい、3着サトシノスケさん、池袋リレーズマイナス16枚ということになりました、はい、いや、ハンチャン振り返ってみて、審査さんいかがでしたか。いやー、もう何2曲のキウイさんのね、もうなんていうんですかね、もう圧倒的積もり力っていう言い方いいですかね、うん、もうあそこがやっぱり結構決定打になってましたね。白ポッチを積もって、はい、ラドラのチーピーにとって3枚を獲得と、はい、そしてここでも今白ポッチ一発もで2枚オール、はい、非常に大きなチップの獲得と、はい、とても大幅に稼ぎましたのでね、これで準決勝進出に大きな望みをつないだという格好になります。そうですね、この1個前のハンちゃんがトップで、いおりさんがトップって取ったので、まあ、かなりボーダーの方に近くなってきてるんじゃないかなと思いますので、はい、これ最終戦すごい楽しみですね。はい、はい、残る一戦も楽しみにしていきたいと思います。はい。それではニュージェネレーショングループトップを取りました、キウイさんに勝利者インタビューを行っていきたいと思います。95回戦が終了いたしました。見事トップを取りましたニュージェネレーショングループ9位選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、何2局に至るまでは非常に平たい展開で進んでいったんですが、うん、親番でついにウォーレンジャー達成ということで、はい、白ポッチも合計2回取りました ね、 ね、はい、最初のね、イスチーピンの時もね、白ポッチ積もって、うわ、E ピンに取れるなんて言ってたんですけど、うん、チーピンにしっかりと、ね、うん、あれ、どっちに取っていいか分かんなかった。半数優先だと1にしか取れないんで、はい、そうですね。そうですよ、チーピンにも取れるルールなので、はいはい、しかも E ピンでもね、10番ですもんね。そうです、はい、E ピン10です。取りやすい形に、はいはい、なってました。そしてオーラスもね、見事なリーチ判断で、うん、はい。まあ、シンドラ表示が白ポッチじゃなかったのは、後押ししてくれましたね、うん、リーチ判断を。あれがドラゴンチが白ポッチだったら多分生にしてます、はい、もうこの白ポッチを伸ばすわけにはいかないというところを、はい、ぴったり見事に、ね、ま、いや拾えないと思ったんですけどもね実際に積もったのはラッキーなだけですけどね、これで本当にトップを取って3連勝条件のしかも1回大トップ取るんだという、うん、今この2つを公約達成していて、はい、残りあと1回トップを取ったらもうほぼほぼ確定という位置まで良かったです。はい、届いておりますね。うん、はい、予選突破に向けてですね、あと1回のトップ、この後の、まだどちらか決まってなくて、はい、96回戦どちらが出場されるか、はいはい、楽しみにしていきたいと思います。最後にですね、ニュージェネレーショングループのファンの方にまた一言お願いします。最終戦どちらが出るかわからないですが、頑張るのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。95回戦勝利チームのニュージェネレーショングループ。キウイさんにお越しいただきました。ここまでの放送は実況キジョネルソン、そして解説でシンさんでお届けいたしました。三人麻雀競技団体ザンリーグチャンネル、チャンネル登録、グッドボタン、温かいコメント多数お待ちいたしております。今後ともよろしくお願いいたします。次回はいよいよ予選最終戦96回戦をお届けいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。さようなら。